はい、どうも、ワンマンエリックです。前回はですね、ママカノマの博士にね、会ったりとか、ヒカイちゃんからね、ポケモンのゲットの仕方を教わった後にね、今、202番道路に来ております。前回の動画見てない方は、再生リストなどをご確認ください。では、少年にね、声かけてみましょうか。あ、もう、見られましたね。そうだよな。トレーナーの暗黙のルールってやつか。怖えな。目と目が合えばポケモン勝負ってやつ。うわー、怖え。うわー。はい、来た来た。あー、ここ、これ行くか。じゃあ、ちょ、バックをライ。ぽっちゃまくん、バックをライ。ちょっと経験値を上げるためにコリック発射オーライ。もう選定か。まあ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 、電気ショック。あー、やべ、うわ、唐突にやべえな。はい、回復した。さて、もう一度デッキショックと思いきゃしびれないな。じゃあ、やばい。睨みつけるとはご覧の通りですね。あ、はい。はい、一方の電気ショックはご覧の通りです。睨みつけます。うわ、先手を打たられたよ。これは一体。られる前に、イチコロされる前に使っときましょう。特殊技だから別に関係ないんだよね。はい、来た。よいしょ。よし、さあ、とどめだな。さあ、めっちゃ撃たれるだろうね。さあ、体当たりでやり返すだけ。はい、イエーイ。ご乗車ありがとうございました。忘れ物ないようご注意ください。バスの運転手か。まあ、前回の動画でポケて、こんなやり方、まあ、させてください。お、電光石火、へぇ。はい、いただきます。さて、おぉ、夕暮れか。お、なんかいる。はい、ここにいます。待ってましたよね。私をお待ちしてるんですよね。はい、来た来た。おお、リッパーか。うん。ぽっちゃまくん、発射オーライ。はい、お捕まりください。発射いたします。一鉄砲。はい、チコロー。お、重傷か。重傷はいいね。は
いはい、ちょっと交代しよう。バカ。さてと、ごせっかれせっておきは、下げましょうか。最小限に、あーそちらか。ちょっとこれ駆け引きになりそう。駆け引き合戦だな。はい、2段下がりましたね、これで。よし、最小限に抑えられましたところで、ちなみに体当たりはご覧の通りです、ね、鳴き声はご覧の通り、はい、電光石火もあんまり変わんないな、威力は。じゃあこっちでしょう、先手を打つな。はい、終わった。急所やん。素早さか、まあ素早さがね、あの高いから、ムクホークとかで、おそらくこれ、まあ知ってる人はいいけど。はい、いただきやーす。さあ、うわ、202番道路が。はい。もうちょっと先を急ぎます。おっちゃぼくん、悪い。もう行くよ。あ、また少年か。ほー、いや勝てるわけないから。行くか。出た。ちょっとこれリセットしましょう。威嚇されたらもうリセット。まあ分かってる人はいいけど。はい、ポッチャボくんバックオーライ、コリンク発射オーライ。あんまり効かないね。景色試合ですね、ここでも。長期戦はね、嫌ですよね。速攻で倒したいトレーナーからすれば。ついたら大丈夫でしょう。わー、やべえ。ちょっとやべえ。よし、行かねえよ。はい、やったり。体当たり返しされても、あーやばいな、これは。いや、もうことぶきで回復だな、これ。うわ、はい、イエイ。おお、ありがとうございます。イエイイエイ。
ちょっと先を急いでるんで失礼します。朝にしか出てこないポケモン、夜にしか出てこないポケモン、出会えるまで待ち続けるぞ。ああ、そりゃそうですよね。まあ、わかってる人はお察しください。もしやあれかな。夜になるとあれ、闇カラスとかが出てくるとか。お。ことぶきですね。どうした？うん。はい、あーあれか、トレーナーズスクールで、アローラにもこういうのあったよな。はい、ポケモンスクールのあれか。あ、さあ手探りで探検する前に回復でしょう。これはもう知ってる人はいいけど、これじゃんけんのようなもんですね。タイプの相性のじゃんけんですね。じゃんけんのような問題。ここはまだ使えないですね。挑戦中。さあできるかどうか行ってみましょう。ああ、ダメみたいですね。お、ゲームやってる。あ、スイッチか。おお。懐かしいこの少年、二人の少年ね。あ、かつてね、ダイヤモンドパールの時はね、3DS じゃなくて、ね、任天堂 DS だ。うちもライトでよくやってたな。まあ、別途の動画でね、言うけど。こういったの。あ、これか。あ、いた。そうこうしてる矢先。何やってんだ。いやいや、勉強じゃないよ。お前さんを探してたんだよ。はい、あります。お届け物を、そう、ここで注目。前回の動画でも言った、チラッとね、これ、タウンマップです。はい。ありがざい、ありがとな。おう。はい。もう行くのか、早えな。見たい人は読んでください。
というわけでですね、さあ少年たちも、あ、生徒たちにも聞いてみましょうか。話しかけてみましょう。すげえな。おお。あ、これさっきあのポケセンのあの少女が言ってたかな。その通りでしょうね。大体の視聴者からすれば、分かってる視聴者からすればね。え、実践いいけど、ここで勝負よし、さあ何出してくるのかな。おー、ケーシーか。ポッチャマくん発射オーライ。わー、わかんねえな。これエスパーだけどさー。うわ、チャージビームか。あー、うわ、しまった。ちょっとバックオーライだ。これはやられた。イスペッポーでやり返したらバックオーライ。トリック発射オーライ。効かないんだな。はい、よし、最小限に抑えられた。あー、上がった。これはちょっとな。何やったっけ。痛いしかない。うわ、粘るしかねえな。うわ、上がってくると痛いな。よし、よくぞ耐えたぞ。うん、そうですね。分かってる人はいいけど。さあ、続いての前に、ちょっと点検、緊急点検は傷薬買っときますか。あれ？何これ。ああ、冒険ノートか。まずね、ここまでの冒険を整理していきましょう。はい、読みたい方は一時停止してご覧ください。ということですので、はい、行きましょう。ん？タウンマップ、あー、あれか。さっき、今いるのは、ことぶきですね。スタート地点が2パターン。
束ターンで、で201番道路を通ってマッサー号202番を経てことぶきですね。で、ジュン君が言ってた黒金ってこれか、203番を越えて、はい、ここですね。よし、ポケッチ、え、あー、あれか。まあ、分かってる人はいいけど、じゃあ行きますか。の前に、あ、そうだ、この子とまだ対戦してない。うん、いいよ、腕試しね。さあ、この少女は何出してたんだっけな、ちさとちゃん。あー、ここもケーシーか。うわー、ちょっと気をつける。あー、爆光台だな。チャージビームを覚えてる可能性があるからな。はい、はい、爆光台。はい、読み通り。まあ当然のことですけどもね、勘のいい視聴者様からすれば当然のこと。うわ、特攻か、ここが上がったか。あー、ならならなら最小限。あー、これはちょっとヤバくなってくるね。体当たりでやり返すだけ。ちょっと下げますか。うわ、最小限で抑えつつあるけど、よし、これでチャンスが作れた。ドーン。ちょっと、あー、いや、もう回復でもう行きましょう。まだいるから大丈夫。よし、いいよ、お疲れさん。よし、よーし、後で回復してあげるから。よし、先手を打って終わらせよう。よし、電光石火、よし、これで大丈夫だ。はい、ありがとうございます。アザマシーン、アザマシーンどこ、え、アザマシーンって何。あ、このあれか、何も言わねえな。出てみましょう。ことぶき、すげえな。あ、ここって、あ、マスヤン。あー、あれか。まあ準備中なのでスルーして。うん？はい。だそうですね。あれ？誰だ？うん。あー、あの方ってもしや、ポケッチな、あー、あの、おっさんですか。おう。ピエロ？じゃあ早速ピエロを探した時点でね、この動画を締めさせていただきます。さあ、ピエロさ、見つかり次第ね、あの、終了とさせていただきます。開いた。
はい、ポケモンに道具を持たせることができる。はい、できます。はい、はい、ありがとうございます。まだ2と1があるからね、探していきましょう。入ったポケモンだけではなく、ポケモンの技にもタイプがある。はい、あります。もうご承知の通り。はい、2、4、あと1だけですね。機械剣、あ、1はどこだ。開いた。ポケモンはポケモンを倒すことで経験値を得て強くなる。はい、そうですね。はい、ありがとうございます。ではこのおっさんに声をかけて、はい、ありがとうございます。はい、ポケッチゲットだぜ。 R ボタン、はい、読みたい方は一時停止してご覧ください。では改めてね、ポケッチ操作を確かめてからね、はい、終わりたいと思います。ただいまの時刻はご覧の通りです。12月31日のね、あ、2021年12月31日のね、はい、ご覧の時刻でございます。おお、あ、すげえな、懐かしい。お、こんな字の数で歩いてるの、まあいいや。はい、さて、回復してね、終わりたいと思います。さてね、回復をしたので、まず買い物行きましょうか。買い物行った時点でね、今回の動画を終了とさせて、締めさせていただきます。あれなんだ、どこ、いや、ここは後にして、これもしやあれか、ことぶきマンション、これはまたね、次回の動画でやりましょう。あれどこだ、フレンドリーショップ、あ、ここ、あ、違う。あったあった。さあ、ここで買い物して、今回の動画を締めさせていただきます。はい。モンスターボールというより、9000円か。もう10個買っといて、毒消しもね、もう恐ろしくなるので10個、まあ火直し高いな、高額2000円、まあ10個で2000円、おお、マジ高い。はい、こちらのボールはいいか。あ、ヒールボスは10、あ、5個ぐらい、あ、6、あ、6個ぐらい用意しときましょう。買っておきましょう。いえ。まあ、どうも。ちょっと、
あ、この方に。ではポケセンの方に向かってね、終了とさせていただきます。では次回はですね、黒金シティ方面へと目指します。収録日時は先ほども言いました通りご覧の日時ですね。まあというのも前回の動画の中でですけど。